皆さんこんにちは。福音ハーモニカ奏者の西川です。ベース奏法丸わかり、第3回ですね。第1回ではベースというのはまずは伴奏ですよ。鳴ってる音自体はベース音が鳴ってる音自体は和音ですよ。そしてリズムを表現しますよというあの3つの要素をお話をしました。で第2回目では、特に和音ですね、和音奏法をやりました。で今日から、いよいよベース奏法の本題に入るといいましょうか。じゃあまず復習で、単音和音ですね。第2回の、まあ一番大事な点でしたよね。それではですよ、今日はここから新しい内容に入ってみましょう。それは舌を参加させるベロです。じゃあまずその和音のところから、話を始めてみましょうね。はい、では、まずはソとドの和音ですね。ドがメロディーです。で、一つ下、隣は水音の7、その隣は副音の5ですよね。でドとソの和音というのはこの2つの和音音が同時になるということでしたよね。そうしたらですよ、ドとソを一緒になる和音を鳴らしてその上に舌がふわっと降りたら、ドだけプって残りませんかね。やってみましょうね。ドとソの和音が鳴ります。こうですよね。で、ソの音の上にベロがふわっと降りたら、ドだけ残りますよね。これがベロの参加、舌の参加です。じゃあドレミファソまでいってみましょうか。こうですよね。和音単音和音単音和音単音と、ドレミファソといきました。これをですね、十分に練習するといいですよね。これは舌で押さえに行ったらダメです。舌がふわっと、そこで次の段階があります。それは単音、和音単音ですよね。それでそれはベロを下ろしたらメロディー音の単音だけになりました。じゃあもう一度ベロを上げたらもう一回和音が鳴りませんか。こうでしょ、こうなりますよね。ということはですよ、これでドレミファソ、なりました、なりました。これはもうですね、ベースの赤ちゃんです。どういう意味かというと、これをどん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 テンポを上げていってみましょうね。どうですか。これはもうまさしくベース奏法ですよね。もう一度整理をすると、単音のド、それから、ドシソと左側のソ一緒に和音を鳴らすとこうですよね。
でその上にベロがふわっと降りる、うん、いうことですよね。もう一回ベロ上げる、そうですよね。こうやってふわっと降りる、ふわっと上げる、ふわっと降りる、ふわっと上げるという練習です。これで一番大事なのはですね、ほらベロを下ろす上げるっていうのは口の中で、舌が動いてるだけですよね。そうすると口の中での動きですから、外には何の動きも現れないということです。鏡を見て、よく練習されるといいですよね。そのどの時もほっぺが動いたりハーモニカがこう動いたりすると、これは成功してません、失敗です。だから鏡を見てね、これが綺麗に口の中で舌が動いている、外には何の動きも現れないということができるようになれば成功です。いいでしょうかね。これを何度も何度も繰り返して、やることがベース奏法の、出発点です。ではまた。